キリスト教における最初の殉教者、すなわち信仰のために、自らの命を犠牲にするものであったとされている。ラテン語では、ステファヌス、ギリシャ語では、ステファノス内視は、ステパノスとも表記する。日本ハリストス聖教会では、初知名者主タスク再生、ステファンと呼ばれている。記憶日は8月3日及び12月26日。8月3日は、 彼の遺体が、ホノリウス帝の地下で発見された日であるとされる。その名前が、明らかに、ギリシャ風であることからもわかるように、ステファノはギリシャ語を話す、ユダヤ人であり、初代教会において彼は、ヘレニストの代表であった。初代教会において、ヘブライ語イコールユダヤ語を話す、ユダヤ人とヘレニストの間に摩擦が生じたため、問題解決のために、 使徒たちによって選ばれた七人の一人である。なお、この七人の選定を、キリスト教では、伝統的に、聖職以外の一つである、女祭職の選定とみなしている。ステファノは、天使のような顔を持ち、不思議な号と印によって、人々を引きつけたため、これをよく思わない人々によって訴えられ、最高法位に引き立てられた。そこでもステファノは、 ユダヤ人の歴史を引き合いにしながら、神殿変調に陥っているとユダヤ教を批判したため、ファリサイ派によって、石打ちの刑に処せられた。この場に、サウロが立ち会っていたという。ジャンダニエルは、この殉教の裏側に、キリスト教内部のヘレニストと、ヘブライストの立場の違いを見ている。ステファノの墓が公式に定められたのは415年である。 これは、エルサレムの北部、郊外にあって、多くの巡礼を集めた。西方キリスト教では12月26日が特に、ステファノの日と呼ばれる。アイルランド、イタリア、オーストリア、クロアチア、フィンランドで高級日である。また、ルーマニアでは12月27日が、ステファンの日として高級日となる。スペインでは、カタロニア州限定ではあるが、ステファンの日。 サンエステーベは銀行休日である。フランスではアルザス地域圏ともゼル圏でサンテチエンヌとして銀行休日となる。ステファノは最初の殉教者として数形され、キリスト教国では広く洗礼名として用いられる。ありがとうございます。